日本埼玉県埼玉市見沼区三倉三倉は埼玉県埼玉市見沼区の地名。現行行政地名は大技オ倉、郵便番号は337-0033 33。埼玉市見沼区東部の主に大宮台地上に位置する。地区南部及び西部には見沼周囲の解析定地もある。地区の北西部日本大学法学部大宮グラウンド付近に飛び地がある。地区内は 中央部を中心に工作地が多く周辺部は宅地化もされているが古くからある民家やその屋敷森が点在して見られる。地区内に熊谷層の埼玉県で最大の自生地である三倉の熊谷層がある。国土交通省地下工地元は江戸期より存在した足立軍南部領に属する三倉村であった。お倉はお倉とも記された。村高は昭法年間の 武蔵国田園坊では88国、玄禄号町では88国余り、天保号町では128国余りであった。スケ号は日光成海街道大門宿に出役していたが、官方法歴年間は中仙道大宮宿にも出役していた。活性期の世帯数は66件で、村の規模は東西5町余り、南北10町余りであった。法影期頃より、 白岡村と合わせて、市村扱いされ、県地町には、三倉白岡村とされているものもあるという。地名の由来は、諸説あり定かではないが、鎌倉木室町期に、当地で営んでいた七夜のものを意味する土葬のことを、当時の土人が三倉と称していたことが、地名の起源の一つと言われている。2018年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は北浦和駅であるが、大家屋都線325から6の地点よりおよそ 4.4km 離れている。県道65号沿道に、北から小松台、三倉白岡、三倉日の見下、三倉木西山へ、木下バス停が地区内に設置されている。また、 県道214号沿道に、東から、染谷入口、片柳郵便局、更新塚、日大前バス停が地区内に設置されている。ありがとうございます。